アン・ヘイドン・ジョーンズは、イングランド・バーミンガム出身の女子テニス選手。フルネームは、エイドリアン・シャーリー・ヘイデン・ジョーンズという、1960年代の女子テニス界を代表した選手の一人で、テニス史上最大の転換点である、オープン化時代にプロ選手となり、アマチュア選手、プロ選手の両方の立場で顕著な成績を残した。アマチュア選手時代には、全仏選手権で女子シングルスに賞を挙げ、 プロ選手になってからは1969年のウィンブルドン選手権で優勝した。左利きの選手、旧姓アンヘイドンの名前であったが、1962年にピーカイ・ジョーンズと結婚した。アンヘイドンは両親とも優れた卓球選手という家庭に生まれ、少女時代は卓球のジュニア世界選手権で5度の決勝進出があった。 また1954年から1959年まで世界卓球選手権に5回出場し1957年のストックホルム大会ではシングルス、ダブルス、混合ダブルスで準優勝を果たした。1954年と1955年にテニスの全英ジュニア選手権に連覇したことがきっかけで彼女はテニス選手として生活を始め、1956年から ウィンブルドン選手権に出場し始めた。それから5年後、1961年の全仏選手権で彼女は初めての栄冠を獲得し、決勝でメキシコのヨララミレスを6から2、6から1のストレートで圧倒した。この年は全米選手権でも決勝に進んだが、ここではダーリン・ハードに3から6、4から6で敗れて準優勝になる全仏初優勝の翌年。 アンヘイドンはピーカイ・ジョーンズと結婚した。彼女の名前は夫の姓のみでアン・ジョーンズと記載されたり、旧姓を併記したアン・ヘイドン・ジョーンズとも呼ばれるようになった。1963年、ヘイドン・ジョーンズは全仏選手権で女子シングルス、女子ダブルスの2部門に決勝進出を果たす。2年ぶり2度目のシングルス決勝戦ではヘイドン・ジョーンズはレスリー・ターナーに6から2、 三から六、五から七で破れた。1966年の全仏選手権で、ヘイドン・ジョーンズは、ナンシー・リッチーを六から三、六から一で破り、五年ぶり二度目の優勝を果たす。地元のウィンブルドン選手権では、1958年、1960年、1962年、1963年、1966年と5度に、渡り、準決勝まで勝ち進んでいたが、 なかなか決勝戦に手が届かなかった。1967年、ヘイドン・ジョーンズはようやく初めてのウィンブルドン決勝と、6年ぶり2度目の全米選手権決勝に進んだ。この年は、ビリー・ジーン・キング夫人が絶好調で、ヘイドン・ジョーンズは、キング夫人に決勝に連敗を喫する。全米選手権では2度のシングルス準優勝に終わり、ここではタイトルを獲得できなかった。 1968年にテニス界は史上最大の転換期を迎え、プロ選手の4大大会出場を解禁するオープン化という措置を実施した。大会の名称も変更されて、前後オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープンとなる。こうして、それ以前の時代とは明確に区別されるテニス界のオープン化時代が始まった。アンヘイドン・ジョーンズ。 ビリー・ジーン・キング・夫人、ロージー・カザルス、そしてフランソワーズ・デュールの4人の女子選手が、オープン化時代以後最初に、プロテニス選手契約書にサインした。こうして、テニス界にもプロ化の流れが始まる。オープン化時代最初の4大大,大会となった1968年の、全仏オープンで、ヘイドン・ジョーンズは単腹とも決勝に進出するが、女子シングルス決勝では、 ナンシー・リッチーに7から5、4から6、1から6で敗れ、フランソワーズ・デュールと組んだダブルスで優勝した。この後、ジョーンズは、オープン開催の1968年ウィンブルドン、全米オープンと、1969年、全豪オープンの3大会連続で、女子シングルス4強に入った。全豪オープンは、これが唯一の出場となる。1969年、全仏オープンでは、 デュールとのダブルスで2連覇を達成するが、シングルス決勝では、マーガレット・コート夫人に1から6、6から4、3から6で敗れた。ヘイドン・ジョーンズの全仏選手権の経歴を通じて、タンプ国部門の決勝に進出した1963年、1968年、1969年は、いずれもシングルス準優勝、ダブルス優勝という結果に終わった。 1969年ウィンブルドンはアン・ヘイドン・ジョーンズのテニス経歴最大のハイライトであった。第4シードのジョーンズは準決勝でマーガレット・コート夫人の4大大会年間3連勝を阻み、決勝では大会3連覇中だったビリー・ジーン・キング夫人と対戦した。ヘイドン・ジョーンズはキング夫人に3から6、6から3、6から2の逆転勝利を収め、 キング夫人のウィンブルドン4連覇を阻止した。こうして、ヘイドン・ジョーンズは、左利きの女子選手として、最初のウィンブルドンに優勝者になり、大会初出場の1956年から14度目の挑戦で優勝を決めた。この大会では、フレッド・ストールと組んだ混合ダブルスでも優勝し、2部門制覇を飾る。ウィンブルドン優勝の後、ヘイドン・ジョーンズ、1985年に、 国際テニス伝道入りを果たしている。ありがとうございます。